はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード7続きをやっていきましょう。プレイキャラクターがミアに切り替わって、なんかイーサンが黒いヘドロに連れ去られてしまったので、まあ、それを助けるために、配線に乗り込みましたと。で、今のところここの地図で多分左上の鍵のところかな、ヒューズを探してこの先行きましょうというところなんですけれども、まあヘドロがねうろついてるんで、まあ、一応ね銃を手に入れたとはいえ2発しか入ってないからこれもうどうにもならないでしょう。なのでまあここ外出ていきましょう。いる？もういきなりここうろついてたかんね。大丈夫か？まずは正面だな。こっちともういきなり正面突破しよう。うわ来た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 、正面突破、急げ、痛い、走れ走れ走れ、ガチャガチャガチャ、おお入れる入れる入れる、閉じろ。で、大丈夫か？精神刺激薬取っておいて、ちょっと体力が減ってるけど、あのスカウターがないんで、どれくらい体力が減ってるかっていうのが分かんないんだよね。これ、外見れるね。こっからさ、狙えるのかね、いたら。完全に安全。え？これさ、そうか。拳銃の弾使うか？どうする？ノートがあるので見てみましょう。多分俺たちは助からない。せめて何が起こったのかだけでも記しておく。昨日は夜シフトだったんで、昼間は仮眠室で寝ていた。夢うつつに子供、女の子の声を聞いたような気がする。気のせいだったのかもしれない。19時半ごろ、やけに廊下が騒がしいので目が覚めた。機関士のドルーが青ざめた顔で入ってきて、下で何かあったらしい。暴動かもしれん、と言った。ドルーは様子を見に行ったが、それっきり戻らなかった。19時50分ごろ、誰かの悲鳴。洗濯場に見に行くと黒い化け物がクラックを食っていた。あいつは振り返るとサメみたいな歯をガチガチ言わせてこっちに向かってきた。俺は女みたいにわめいて逃げた。今また仮眠室で震えながらこれを書いている。何匹も化け物が廊下をうろついている。時折誰かの悲鳴が聞こえるが、もう見に行くつもりはない。俺に書けるのはこれだけだ。ジョバンニ・フィネッティ。よく記してくれた。ナイフがないからな。これ壊せないんだよね。どうしようかな。壊しちゃおっか。壊そう。回復薬。よし。弾を無駄にして、回復薬が手に入ったけど。まあ今ね、そもそも拳銃の弾がないからね。ここ大丈夫か。ここら辺は多少明るいね。上からね、降ってきたりすっからな。これどこちなみに。ああ、こっち側か。あの真ん中のね部屋も入らないと全然捜索してないからな。いきなりさこれ覗いてさドワーって出てくるのが怖いからやめておこう。これなんか紙っぽいね。ジャネットへ。やあ元気。この手紙が届く頃には半年くらいか。こっちは毎日海ばっかり、もううんざりだよ。変わったことといえば今回は珍しくお客さんが同乗しているんだ。女の子連れの夫婦で船長の遠い親戚らしい。タンカーで漁船なんてよほど金に困ってるとか。さっき女の子に声をかけたら横にいた父親にすごい目で睨まれちゃったよ。何をピリピリしてんだか。そういえば船長身寄りがないって言ってたよな。考えすぎか。早く会いたいよ。愛してるジムより。うん、あここにもなんかあるね。何もないか。他アイテムは特にないかな。あこれは何これ。え、あ、ジャケットか。これさ、着て、歩こうよ。何回も言うけどさ、特に何もないか。え、だってミアってめちゃくちゃ薄着だったよね。あ、これは？あ、ハンドガンだ。よし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 。とはいえな、これだけの数だとな、どうにもならんからな。ここら辺は特に何にもなしか。行くか。ちょっと開けよう。ガチャ。ちょっと待って。確認して。確認して。ここから入る？あれ？ここは入ってないんだっけ？なんかこだ出てきたよね。いたよね。ヘドロ君。あ、なんかある。なんかあるけど、これ、取ろう取ろう取ろう。汎用型ヒューズ。え、これは？特に何もない。あああ無理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 。7発で倒せるか。これはもう倒すしかない。ほら一発必中で。外したか。外した。
よし、倒したな。いやー怖かったー。で、汎用型ヒューズを取ったのか。とりあえずここは閉めとこう。で、一応こいつを倒したってことは、ここは安全地帯かな。ちょっと探索をしよう。これ洗濯機の中とかね。あるし、しかもマシンガンの弾って何？マシンガンなんて持ってないんだけど。え、マシンガンの弾とか装填できないよね、そりゃ。え、マシンガン欲しい。あとは？なんか入ってない？あ、なんかある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 。ゴミ箱漁るか。おお、薬液。よし。これは？何もないか。蓋が消えたんだけど。で？右上は入れないから、開けるか。うわぁ。これはもうちょっと、早急に突破しよう。なんかヒューズとかやってる間に敵が出たら嫌だからな。これだよね。汎用型ヒューズ。あ、いた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 。と、先に行こう。で、閉めよう。ってかさ、すごくね、これ。扉。何これ。え？なんだよ、今度は。これが ?1 階、2階、3階、4階。S2 って何？外国だから表記が違うのかな。そう、外国のホテルとか行くとね、その1階がフロントとかじゃないような気がしたんですよね、確か。フロントはフロントみたいな階があって、で、そっから1階が続くみたいな。とりあえず2階の方に行くか。ああ、施錠されてるから行けません。で、上に登っていくか。弾的に3発か。3発じゃ絶対倒せないわ。大体外すからね。これ上行けんの？ちなみに。行けそうだね。でもちょっとこっちも見てく？地図がないからな。3回、オートセーブ、マジですか。暗い。めちゃ暗い。ん？どうなってんだ、ここ。テレびっくりした。なんだこれ。見て。はい。何？どうして？思い出さなきゃダメ。そうすれば家族になれる。ん？こいつ何なの、この子供。まあ、見るか。ああ、汚れたビデオテープ。うわ、汚っ。こんなんさ、再生したらさ、ビデオデッキ壊れるでしょ。どう考えても。まあ、見るか。まあ、見るかって言ってもさ、絶対見るだけじゃないからね、そもそも。またなんか書いてあるね。C、トランスポートログ。トップシークレット。お、トップシークレットって。極秘事項ってこと？ビデオフリーク。何それ。いや、もう映らないよ。壊れたよ、このビデオテープ。諦めよう。ロードが長いね、やっぱりちょっと。始まった。あれ、どんどんひどくなってる。きっとやつに攻撃された時感染したんだ。おそらくもう手遅れだな。だが自業自得だ。俺のミスで逃がした。そう、あなたのミスだ。でもだからって見殺しにはしない。お前は無事なのか。そうプログラムされてるのよ。こんなことになるなんて。持ってけ、あの子の組織サンプルが入ってる。あの子を見つけて終わらせるんだ。さあエブリン、どこにいるの？エブリンか。あ、動けるね。え、あ、マシンガン P19。
すげえ、64発あるけどさ、マシンガンで多分すぐなくなるんだよね。で、スカウターはつけてますと。あ、このスカウターって何？もともとミヤが持ってたの？エブリンの組織体。なんなの？エブリンの。あ、エブリンの体組織か。あとサバイバルナイフがあるね。ちょ、俺的にナイフはね、左にしときたいんだよね、位置的に。よし、これでいこう。で、もう手遅れか。俺がとどめを刺してやろう。触れない届くところだと触れないんだけどほらほら、お前何してるんだ、俺を殺そうとする気かって。むしろもう手遅れだった。お、何、かっこいいね。で、ここになんかあるね、マシンガンの弾で、これは、特殊工作員アラン・トロニー、特殊工作員ミア・ウィンターズ。あ、ミアってさ、特殊工作員だったの。適正組織によるエブリン奪取の可能性が報告された。中米支部までのエブリン移送作戦への遂行を任ずる。移送においては下記を遵守せよ。移送中はエブリンと親子を装い保護監視せよ。エブリンのバイタルは子宮のゲノムコデックスで常時管理せよ。あ、それスカウターか。任務遂行困難と判断した場合エブリンを処分せよと。あー、なるほど、そういうことか。あれ、アイテムボックスがあんじゃん。汚れたコインサプライボックス、牽制のコイン、牽制のコイン持ってくこのテレビは特に他アイテムはないかな。一応マシンガン持ちか。船内は明るいとはいえ、あれ、ここあれか、さっきいたところか。え、ちょっと待って、ターゲット距離が表示される。25、23、21、19、17。てか左下見てたらさ、画面が見れない。9、8、7、6。あれ、遠ざかったここら辺にいるってこと。ん、どこだ。ここが今のところ一番近いよね。で、また遠くなっていく。どういうこっちゃ。ここはあれがっていけないね。こういうところには特にない。これはサプリメント。サプリメントってでもさ、薬液がないと役に立たないからね。これはハーブ、よしこいつらハーブ食ってたの。何、ハーブって食い物なのこれは、あー、なんか必要なんだな。キーピック的なあれになってるけど、キーピックなので、こっちから行って多分遠回りして近づけっていうことだよね。右はいけないかな。正常されてる。これは、これもアイテムだから特に関係なしか。で、ここ開けよう。あれ、こんな部屋だったっけ。あ、違うわ、微妙に違えわあ、そっか、船だから似てるのか。これなんかある、マシンガン弾、よし。そっか、船だから作りが似てるんだね。ここは何階、2階か。あ、これなんだ、下行けそうだね。でもちょっと待って、こっち、あー、向こう側から施錠されてますと。こっちは、一応いけます。うわー、ヘドロがあるなー。ここら辺とかは特に開けられない。これは無理か。取ってこう。いや、マシンガンの弾多いな。今何発ある。いや、でもなー、すぐなくなるんだよね多分、連打して。あ、登るってあるね。あ、これであっち側に出るの。お、ミアすごくね、身体能力が高いのか。てかさちょっとこの中も行けそうだったよね。ちょっと戻りましょう。こっちもうなんかくぐればさ、ここ行けそうだったよね。ここ、ここ、ここ。
うわー、めっちゃヘドロンだよ。過剰代謝してる。過剰代謝？え、何？あ、近い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 。リセットしなきゃ。何リセットって？そっちはどうだ？吐射してる。体の質量以上に吐いてるわ。それはまずいな。このままじゃ奴の不細工な友達が増えちゃう。あ、動ける。いいか、取り返しがつかなくなる前に早くエブリンを見つけろ。分かってるわ。え、何エブリンって？あ、これ何、全部吐いたやつなの？え、マジかよ。うわとかならないね。いやでもさ、この、なるほど、このヘドロがあれになるんだね。鍵外して、ちょ、閉めとこうぜ。これ危ないから。で、さっきのところを登っていくっていう感じか。こっちから行けないんだっけ、そもそも。あれどこだ？ここか。行けんじゃん。登る必要なくね？うっ！いってる。これちょっと待って。一発必中で。全然一発必中じゃないんだけど。ガードしてきてる。やっぱりマシンガンはちょっと弱いな。いやー、だいぶ使うね。かといってな、ナイフでどうこうできるあれじゃないからな。一応ちょっとこっちも見ておこう。特に何にもないか。で、これ最初のとこだよね。ということは、こっちへ行かないとダメか。あれ？え？あとどこ？おー、あれ、ここも登れるね。あ、そっか、ここはあれか。このヘドロンのとこか。このヘドロンからなんか出てくるとか。いやー、わからんな。一応そうか、この数字を追っていけばいいのかな。まずはあそこの数字にたどり着いて、次は別の数字と。あ、数字がなくなったんだけど。30、だいぶ遠いな。どこだ？てか走るとあれだね、数字がなくなる。34、33、こっちか。一応近づいては来てるから。あ、今なんかいたね。あ、登ってったのか。うわ、登ってってんだな。どこだ？ S2？ 1階。2階。あ、違う違う、どこに行ったのこいつ。え、またか。うわ、なるべく。なるべく弾は使いたいかね。やっぱタップ打ちしないと。これで反応がない。あれ、今何階？今2階にいるんだよね。ってことはこれか。え、ちょっと待ってよ。こうやって押さないといけないの？だってこれ2階ってことでしょ。1階、 S2。 あ、そういうことね。これがある中で行くの嫌だな。おお、 S2。 一応なんか地図は先が、うん、なんか出てきた。うん、オートセーブが入って、近づいていってるね。なんかヤバげな雰囲気になってるけど。うん、いるか。火力がやっぱりちょっとないな。あと何発？でもまだ結構弾数的にはあるか。こっちのくぼみとかなんかあんのかな。ちょ、全然見えねえんだけどさ。ヘドロだけ？ちょっと遠くなっちゃったけど、こっちから行くしかないもんね。なんかあるね。
よし、マシンガンの弾。弾は一応豊富にはあるか。来たか。いや、しかも腕つきだ。これはもうちょっとばらまこう、弾を。うわー、めっちゃ使ったよ。よし、ちょっとスカウターで、あー黄色くなってんね。ハーブを使うか。さて、回復薬、あ、これ回復薬じゃねえや。エイブリーの体組織だった。しまったな。ここなんかあるかな。あるね。リモコン爆弾。え、何リモコン爆弾って。ちょ待って、リモコン式の爆弾。四角で任意のタイミングで起爆可能。ええ、ということ、ちょ待って、ちょっとまだ置いとこう。で、行けるところ、ん、どっちから来たんだっけ。あれ、どこだ、ここが入れる。ん、いた。ヘドロの音がするな。どこだ。うん、上か。ちょっと待って、こいつは一旦閉めよう。閉めらんね。閉められるか。で、先にも行くか。こっちか。ここが行けんのかな。行けない。そういうことね。だから、こっちへ行けということか。ああ。どうすっかなー。あ、マシンガンで排除すっか。リモコン爆弾の使い道がいまいちわかん。あ、なんか人が死んでる。あと、ここら辺なんかアイテムがあるか。あった。マシンガン。マシンガンの弾はわりかしあるな。よしよしよし。それはかなり安心できる。このままこっちでいいのかな。死んでいる。特に何も見れないか。で、この先へ行こう。あれ、なんか外に出るみたいな感じになってる。エマージェンシーエグジット。近づいてきてる？こっちか。この通路とか危なそうだけどな。一応こっちも扉があるね。ん？なんだ？アラン。アラン、多分この扉の向こうにいるわ。でも鍵が開かないの。鍵を溶かすのはどうだ。今いるのは最下層だろう。荷物を調べろ。鍵を溶かすって何？こっち暗くすぎるんだけど。あ、薬液。あー、ハーブと組み合わせとけばよかったー。こっち行ける。ナイフで壊そう。ほい、薬液。薬液だけあってもなー。ここは開く。あ、なんかあるね。あ、すっげえいっぱいあるよね、これ。あ、金属溶解液。あ、これを使えってことか。まっすぐあったのは良かったな。で、これで、金属溶解液。特定の金属を短時間で腐食させる。すごいね。え、そこもあんの？ん？また遠くなったよ。ねえ、怒ってる？ママ。違うの、エブリー。怒ってなんかいないわ。待って、今なんて言ったの？もう研究所なんかに住みたくない。お家が欲しいの。だから私のママになって。分かったわ、エブリー。あなたのママになるから、今は一緒に戻りましょう。いいわね。ん？どこだ？近い、近い、近い、近い。めちゃ近い。ここか？ 5、4。ん？何？消えた。どこなの、エブリー？
てかさ、普通にも瞬間移動できるんだったらさ、これ意味なくね？ここからは消えたか。じゃあ先へ進んでいく感じか。こっちだな。え、いけない。え、いけない、マジでいけない。ちょっと戻るのか。まあ一応、お、いた。待てー、エブリン、待って、待って待って。え、やばくない？見つけたか。でも逃げられた。あの子の友達が増えてる。そこら中にうようよいるの。友達なんだ。言った通りだ。大丈夫なの？今お前はエブリンに集中しろ。あれ、開けない。これだってもう戻るしかないよね。いや、なんかちょっと音がやばいんだけど大丈夫？そうか、あのヘドロは友達なのか。あっ、いる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 。ちょっと待って、待って、やっぱり普通にこう。違う、これ、だいぶ焦ってんな。やり過ごそう。爆弾とかいまいち使い道がマジわからん。使い道がってどこ行けばいいんだ。ちょっと待って、これから、これ腐食液でなんとかなる。これやってる間にさ、あいつ来んじゃねえ。見えない。おら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 。じゃ、閉めよう。安全のために閉めよう。シャットアウトで、ハーブ取って、マシンガンあって、で、ここはなんかあるね。あ、リモコン爆弾。うん。金属溶解器、リモコン爆弾。リモコン爆弾がね、使い方がわからんのだよ。これで置くってこと？じゃ、1個くらい使っちゃおっか。まずね、使い方がわからないと、そもそも対処できないから。崖を、いるね。置いて。あー、なるほど。起爆する！どうだ？どうした？そういうことか。なんか嫌だな。え、ここはアイテムだけ？あとどこあったっけ？戻るのか。戻って開かなかったところを開ける的な。多分どうなってるこれ。うん、いるな。爆弾の方が強いかな。うわ、火がうわっと来たか。下設置、起爆。どうだ、強い、いいね。これにしよう。ちょっと待って、ただ数が少ない。あと2つしかないから、いざとなった時のために使おう。あ、いた、待ってー。どこだ、どこに行ったか見よう。3階か。じゃあスイッチ押して、押した？ 2階1階。 S2 来たね。さてで、3階。また落っこってくんじゃねえの、変なやつが。ここでリモコン爆弾使ったら、あれ、いや、ただいま館内の緊急保安システムが作動しました。え、今どこ？2階じゃん。無理やり開けんのか。おお、てかさ、降りられるところで止まってよかったね。中間とかに止まったら終わってたよね。で、アランとか大丈夫なの？アランだっけ、エランだっけ、なんだっけ、忘れちゃったけど、ちょっと様子を見よう。あ、エブリンが上で待ってる。アラン、どうした？繋がらない。アランどこ行ったの？ちょっとアイテムボックス開けて、特にないよね。だってこれ組み合わせよう。これとこれでこれ
よし。体力的には黄色か。ここら辺なんかないのかな。で、ここシャッターが閉じられてたから行けないでしょ。そうするとこっちから行かないとダメか。あー、ここに腐食液のあれがあるね。でもあれってなんかアイテムじゃなかったっけ。まあいいや、とりあえず寄ろう。敵がいたらちょっと元も子もないけど、ここが開けられるよね。2個あるから大丈夫でしょ、使って。で、さらに上のところを開けて先へ進むっていう感じか。ああ、いいね、リモコン爆弾。リモコン爆弾強い。リモコン爆弾ちょっと位置的に俺右をねよく使うんで、右にセットしとこう。ってやってね、位置をずらすと間違えたりするんだよね。大丈夫か、出てきそうだけど。ほらね、これは腕か。リモコン爆弾セット起動。おお、強い強い強い。普通のやつは使わなくていいよね。腕マンみたいな、ああいうやつが出てきたら使おう。で、これをやって、で、先に進もう。は？どういうこと？あ、こういうこと？え、これリモコン爆弾、え、ここ開くんじゃないの？え、どういうこと？開くと思ったら違ったんだけど。え、じゃあどこ行くの？ここ？最初のとこだよね。あれ、あそこもしやさ、腐食液みたいなの使わなきゃいけないとか？そんなことはない。え？なんか出てきた？出てきたか。これは普通にしますよ。あ、いっぱいいる、いっぱいいる。ちょっと待って、いっぱいいるから。本当はいっぱいいるから。うわぁ。めちゃくちゃ使うなぁ。一発ずつ、一発ずつ、タップ打ちで。このさ、来た。よーし、排除完了。ここさ、弾の無駄になっただけじゃん、もしや。あ、それこっから登るのか、そういうことか。 OK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 。 なるほどね、これでこっち側に来れましたと。そうだよね、いいんだよね。で、こっちは特にないから、で、これで先に行って、え、どっち？上に行くのか。上でエブリンが待ってるって言ってたからね。暗いな。で、ここはもう行けない。近づいて、うわ、暗。さあ、どんどん行こう。どうだっけ？あれ、ここを。テレビ見てたとこ？今ミアが見てるとこだよね。この先があるね。ヘルメットとかさ、かぶろうよ、せめて。あ、いる？あ、違う。あ、なんか、あれ、めっちゃ近いよ。だってどうやってここに来たの？エブリンはあの子暴走してる。今すぐ処置しないと取り返しがつかなくなるわ。どの道、俺はもうすぐ死ぬ。とどめを刺した方がいいんじゃないか。やめて、そんなこと言わないで。いや、やつはお前を信用してる。あのクソガキ、俺のことは全然。待て、エブリン、違うんだ、エブリン。あら、聞いて。そんな風に呼ぶつもりは。あの子はあなたを支配しようとしてるのよ。気を使って、あら。もう始末した方がいい。殺せ。あ、ダメだ、もうこれはリモコン爆弾持ってしまうよ。リモコン爆弾を取り付けろ、こいつに取り付けろ、リモコン爆弾を。うわ、すげえ。あ、いる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 。リモコン爆弾、リモコン爆弾。え？めっちゃ汚染されてっけど、すげえ汚染されてるよ。
そのまま先へ進むのか。すげえな。あ、ここエレベーターか。え、大丈夫？結構苦しそうだけど。え、めっちゃ苦しそうだよ。ちょっとスカウター、スカウターない、やばい。え、足とかめっちゃ引きずってる感があるんだけど。ノートパソコンは？これ、私はもうダメだ、さようならみたいな。え、何してる？なんかファイルがあるね。でも、え、何したの？ああ、いざ、あなたに私嘘をついた、ごめんなさい。このメッセージをもし見てるなら、私を探さないで、私のことすべて忘れて。じゃあ元気でね。なるほど、ここから送ったのか。大変だけど、ちょっとアイテム探そう。特になさそうかな、こっちとか。ん？どういう？そう、結構広いよね、ここだって。暗、もうさ、こういう暗いところはさ、マジでわからんの。何も見えないからね。まあいいや、先進もう。イーさんにメッセージ送ったことだし。おー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 、マジか、これマジか。橋、一応走れんな、突破する。痛い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 、ひどい。これからはずっと一緒だよ。おお、すっげえ。え、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 なるほど、これで流れ着いたのか、あのおっさんの家の近くに。で、エブリンがあのおっさんとマーガレットとかをみんなを支配していったと。そういうことね。で、エブリンは家族が欲しかったから、その家族の一員をどんどん増やしていこうと。そうなったのか。そして相変わらずロードが長い。おお、これで思い出した？ええ、エブリン、思い出したわ。じゃあまた家族になってくれるよね？いいえ、ダメよ、家族にはなれない。これまでもこれからもあなたと家族になってならないのよ。じゃあいい、お前なんていらない。エブリンは瞬間移動ができるんだね。一応ここは探索していこう。まあ、ビデオテープは見てもしょうがないんで、ていうかビデオテープなくなってるし。まあ、古かったからね。壊れちゃったんだな、きっと。お、拳銃がこれしかない。そうだ。今まで、リモコン爆弾、リモコン爆弾とか言ってたけどさ、あ、セーブポイントがある。
リモコン爆弾とか言ってたけど、またこれに戻っちゃったよ。マジか。じゃあちょっとキリがいいですので、今回はこれで終了して、次回また続きをやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。